じゃあそれを取って。私いつもラーメン食べてるんですよ。ラーメンの中でほうれん草、あとはボクチョイ、私ボクチョイ大好きなんですよ。あれをもう何個食ってももう大好き。あ、パクチーも美味しいですよね。パクチーとボクチョイとほうれん草。茹でて、あれもめっちゃ美味しい。でそのラーメンに入って、あれをもう。